しじゃ、どうも、ふなです。のりばんです。はい、ということでですね、オープニングを撮り忘れてて、ちょっと後撮りなんですけど、今日は JO1 の佐藤慶吾くんと4トンの日。ということで、4トン準備動画、今回はふなバージョンで、もう撮ったので、はい、ぜひ楽しんでいただけたらいいなと思います。では、この動画の後はすごいすっぴんが映りますので、皆さん気をつけてくださいね。レッツラーゴー。さちゃん、7時38分です。はい、おはようございます。4トンの日の朝は早いですね。まず今日スペシャルの日ということで、本当は前日に仕込んでおきたかったパックを当日ですが、やっていきたいと思います。じゃーんこんな感じ。このパック、なんかミントかなんかが入ってて、結構さっぱり系やねんけど、なんか蜂蜜も一緒に入ってて、保湿もされるし、さっぱりするし、なんか、マジで、これ洗い流した後に、肌がむけた感じがすんの。ガチでおすすめ、しかも1500円ぐらいし、マジでみんな買ってほしいっていう感じで、とりあえず、これで15分ぐらい放置してる間に、次の部屋の片付けをしてきます。バイバーイ。はい。はい。じゃあ、パックを、パック終わったので、スキンケアをします。スキンケア、ちょっと聞いてもらえるんやんか。何使ってるんですかって。でも、普段もいいのがなくて、見つからなくて全然。80周ぐらい回って、今はちょっと無印を使ってます。なんかいいの教えてください。ちなみに乾燥肌です。低血圧なんや、普段。で、声は毎朝これなんや。で、なんか、ふなちゃんちょっと4トン当日やのに全然元気ないやんって思うかもしれへんけど、めっちゃ元気やから、もうすこぶる元気。ただ、頭と体が今リンクしてない。あー、しんどい。すぐに化粧をするので、一回ティッシュを拭きます。はい、じゃあ早速、メイクに移りたいと思います。どうしよう。なんかふな、いつも4トンの前メイク決めるんやん。絶対決めんねんけど、今回、何も決めてなくて、なんかめっちゃバタバタしとって、なんでか知らんけど、昨日も家帰ってきたのが10時過ぎで、でそっから編集してて、踏んでるさ、編集終わったの12時前やって、で12時前から辛ラーメン食べて、しかもそう、金曜日、今日土曜日やんか、金曜日がガールズプラネットキュッククククって言って、韓国でやってるオーディション番組があるんやけど、そんなそれ見てんねんな。でそれを見ながら辛ラーメンを食べたわけ。ファイナル前の最後の準備、順位発表式やって、泣くしかないやんそんな。でももうどうにかして耐えやなと思って、今日泣いたらえらいこっちゃなるから、でもこんなんなりたくて見て、でも結局辛ラーメンを食べたから顔がパンパン。今8時ぐらいやねんけど、ふなさん見て、じゃん、2時15分からなわけ。なんでこんなに早く用意してるかというと、まあ、うち相方いいんじゃん。やつも今日4トンなんだよね。10時かららしくて。で、ふなんちにライトあんじゃん。これは持っていかないといけないっていうのと、まあ、シンプルに、4トン前にそわそわしてる、ひさちゃんをやっぱ、収めたいじゃん、カメラに。今まで4トンの前後、ずっと共に時間を過ごしてきててんな、うちらは。だから一人でここで待つとかも無理なわけ、ふなも。だから、ちょっと早めに用意して、リサッペの家に突撃する。あ、わかった。ここまでメイクしてなんやけど、ガルプラの、に出てる、キムスヨンちゃんいるじゃん。のメイクが超可愛いねん。ちょっとふなのスクショやけど。超可愛くない？ちょっとこれを参考にしつつ頑張ってみる。内側に涙がかかるし、こういう感じやもんな。綺麗やな、顔。だんだんできてきたよ。なんか黒くなった、大丈夫？ライト私はここ、私を光らせてくれ。時間ないね、こっちは。時間ない。そう、バッテリー切れるわ、メモリーなくなるわ。でちょっと時間もねえし、今やべえ状況です。とりあえずメイク完成で、リップだけ塗る。マジで時間ない。えぐ。髪の毛どうしよう。どないどないどない。もういけてるって言って。
この際、この際全然いけてなくてもいけてるって言って。ラーメンいいんちゃい？なんでいつもこんなてんやわんやするかな。とりあえず外羽にしようかな。髪の毛の誰か巻いてほしいわ。髪の毛巻くの超苦手。巻いてみた。どうどうどう。最後オイルだけつけるぞ。これ。あ、いいんじゃない？いいんじゃない？朝ごはんを食べる時間はあるのか。いや、ピアスなんか買えばよかった。わかった。もう普通のゴールドにするわ。ちょっととりあえず朝ごはん食べてリサッペの家に行きたいと思います。こんな感じ。じゃあ次こそリサちゃん家の向かいます。マジで急がないで。行くぞ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 。やべえ、リサちゃんに怒られてる。リサちゃんに怒られてる。とりあえずエスカップ勝ち込む。あーうまい。目の前に This is my desire、 もっと高い場所。え、めっちゃいい天気やねんけど今日。やばい、なんか快晴って感じ。え、めっちゃテンション上がってきた。え、けどリサちゃんに怒られてるな今。早く行ってめっちゃ怒られてる。だから今最この夏にいて、声ガスガス、やばい。え、やばい、もう結構ね、こんなガスガスの声。とりあえず今日は勝負の部屋からエスカップは入れた。補充補充補充、エネルギー補充。でも朝ごはん食べてない。やばい、お腹すいた。やばいやばい、9時半までにはリサちゃん家着きたい。ちょ、9時に行くっつってたのに。あれマジで怒られる。みんなは4トンのネタ決まってんの？ここで喋る話じゃないと思うけど、どうなのどうなの。ひなはもう決まってるから余裕のよっちゃん。でもリサちゃん決まってないらしい。腹立った。やばい、後ろのおっちゃんにめっちゃ見られてる。怖くても、ああちょっと切るわ。さすがに危ないから切るわ。こっから切るわ。いいえ、いいやん。え、一口でか。足食べる。どうですか？なんでか知らないんですけど、腰痛がひどくて。ひどいね今日。そうなんです。すっごい体勢です今。見てください、この出産みたい。出産前顔疲れ切ってるしな。やばいね。なんかぎっくりとかなったことないけど、なりそうな感じ。マジやばい今日。ちょっとポテンシャル的には最悪なんですけど、けいこちゃん目開けてもらって推しにね、ちょっと頑張ってもらいたい。頑張ってもらいます。やることも結構エネルギッシュなことやろうとしてるから。マジ？それぎっくり腰なら、もしかしたら推しの前で人生初めてぎっくりになるかも。あ、でもいいや、初めての女じゃん。面白い女ってなるかも。頑張ろう。頑張って行ってきます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした？なんか、4トン終わって初めて泣いた。やばいよね。ここでめっちゃ言いたいんやけど、うちらおなじみじゃん。感想動画が出るんだよ。なんとこの動画から1週間4トンウィークだー。はい、ということでこの動画が終わったら次出るのがリサちゃんの4トンレポが出ます。私の4トンレポが出ます。その次に皆さんからの4トンレポも私たちがまたかき集めて出させてもらいたいなと思ってるので、その4トン関連の動画は今週から来週にかけていっぱい出るので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。みんな楽しんでくれたかな。はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、無断転載もよろしくお願いします。それでは最後一本締め、せーの。疲れた、お腹鳴った。